しゃべくり松代始まるよ。皆さんこんばんは。3月26日月曜日、第76回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代は長野電鉄八代線、加藤線ですね。これが廃止に近づいていることもありまして、毎日の、大勢の方が記念乗車をしていて大変賑やかです。あとですね、本日今日を入れて残り6日となりました。今日のパーソナリティは、三田が担当いたします。今日のゲストはですね、長野電鉄加藤線ですね、まあ、設立に携わった、旧松代藩御用商人の八田家の11代当主の八田新造さんに、おいでいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですね、加藤線の、設立に、携わった日記があるというのをですね、八田さんの方からお聞きしましてですね、これはもうぜひ、日記の方からですね、当時の様子を確認して、まあ、だんだん、紐解いて いければなという形で、お願いいたしました。ぜひよろしくお願いいたします。まあ、今この加藤線一応ちょっと光っちゃいますけど、はい、こういう形でね、はい、やっております。はい、で現在ですね、八代から、須坂、湯田中までの行っておりますけれども、今度は、八代から須坂まで一応廃線になるという形で、立ってしまいますけれども、今度八田さんの方でですね、一応その、こちらにある日記ですね、この日記をもとに、いろいろとお話を聞かせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まず最初に、一番初めの日記の方からちょっと説明していただければありがたいですけど、よろしくお願いします。今お話ありましたように、八田彦次郎というのが、加藤鉄道の一番最初の時に何か関わったということが言われてるんですが、あんたのところに何か資料になるようなものはないってこう言われてですね、探したんですけどちょっとありませんで、ただその彦次郎っていうのが、明治33年、1900年からですね、約50年以上にわたって日記を書いてたのを思いつきまして、きっとその中にひょっとするとこの加藤鉄道のことが書いたりはしないかなと思って引っ張り出してみたら、まあ、詳しくは書いてありませんでしたけど、いくつかあるのでそれをご紹介しようかなと、こんなことでこの日記を持ってまいりました。大正8年12月ということなんですけども、一番最初にですね、これ忽然と出てくるのが大正9年の1月に、日記に出てまいりました。ですね、どういう形 ですかね。この1月の22日のところにですね、加藤鉄道株式会社発起準備の協議会が長野で行われて、それに出席したよとこういうふうに書いてあるんです。でこれが一番最初に出てきた。これがじゃあ一番初めの関わり、関わりという形になりますね。はい、それでまあ、今が1月22日、はい、で、翌月のですね、はい、こちらになりますね。2月の7日にですね、はい、今度加藤鉄道の発起人会を開催することになって、さっきは準備会だった、これ実際の発起人会があって、で、ここへ行きましたよ、こういうふうに書いてる。これが、正式な会議としては第1回かなと、こういうことですね。ところが、もう翌日になったらですね、もうすぐこの加藤鉄道について本庁っていうのはこの松代町のことなんですけど、松代町でも発起人をこう集めて、いろいろ
この活動をしだしたよ、こうなってる、と同時にですね、この9日の午後になると、こう長島さんという方と、伊勢町の主なるところを、この加藤鉄道下部の応募の勧誘に回ったと、こういうふうに書いてあるんですね。だからもう発起人会やったと思ったら、もう即募集をかけ出した。非常にスピードが速いという感じですかね。まあ、この時ちなみにね、この彦次郎という男は44歳だったんです。あ、一番で矢沢、あの、ごめんなさい、神津東平さんってこの方は、あの、佐久鉄道の方なんですけど、5つ年上の49だったと思います、当時。だから非常に若かったんですね、みんな。じゃあそれ続いて、その後っていうのは、それでですね、もうそういうことで、皆さんからその株を株主になってもらったり、いろいろそういうことをやりながらね、こうずっと行って、まあ、3ヶ月後といいますか、その年の5月30日、これもう加藤鉄道株式会社の創立総会が長野で行われると、こういうことになったんですね。で、そこで今もちょっとお話した、神津東平さんという方が、神津東平さんが、こういろいろお話があってあれなんだけども、いろいろ役員人事のあれ、決められて、神津さんが社長になられた、で、この彦次郎っていう男は、相談役になったと、こういうふうにこう書いてある。なるほどね、はい、そうするともう準備万端整ってたってことなのかね。そう、割と整ってたんでしょう ね。やっぱそれだけのやっぱり周りの要望っていうかあれが強かったっていうことなんですよね。ただこのでところがこう3ヶ月ぐらい経ってですね、今度は8月にこう、実はですね、こう佐久鉄道側の方の人たちから、この、今非常に景気悪くなってきて、まあ、これちょうどね、あの例の第一次世界大戦後はね、また急に景気悪くなっちゃったんですよ。でその頃財界がね、非常に状態が悪いので、それを考えて、量産年鉄道の施設はね、延期しないかと佐久川が言ってきた、でところがこの羽西なってこの辺とか、あの上高井下高井、須坂や中野の方ですよ、でそちらの方の役員は、何しろですね、もう絶対ここのところは万難を排して株式のその払い込みをやってもらって、これを乗り切っちゃわないとダメだと、ぜひやるように、やれということで、佐久鉄道側をなんとかその説得した、あれ、まあ向こうもまあ渋々ということはないけど、まあ了承したと、こういうふうに。だから結局それだけお金を出すから、やってくれっていうことなんです。出したんですよね、それだけこう期待というか、気持ちが あったということですね。なるほどですね。で、まあ、そういうことが途中、まあ、いろいろ紆余曲折あったけども、これやっぱりそれで、まあ、行くどんどん行ったんですよね。で、この、これが、ですね、まあ、それから、まあ、だって行って、今度は、9月ですね、これは25日、はい、これはですね、停車場の敷地の件をいろいろこれから神津さんと神津社長と面会して話したって書いてあるんですね。なるほどですね、それでですね、それが終わって、それが終わって今度は 翌年ですよね。そうですね、翌年の5日、これはですね、今度は加藤鉄道の線路の敷地の地主を集めて、で、用地売買のそのいろいろ協議をすると、こういうことがこの6日に、実際行われたというふうに書いてある。松代の東福寺、西寺をこの辺の方々にも来てもらって、で、買収の話しました。説明をしたね。なるほど。で、今度は1月14日にはですね、
さっきは線路だったんだけど、これは今度は松代の停車場の敷地をこう借りれるのに、やっぱり寄付を集めなきゃいけない、でそれのやつをどうするという話をここからしてる。ああ、なるほどですね。それでこの翌月にはですね、はった彦次郎のところにも、その寄付の帳面が回ってきて、結局250円払ったって、こういう寄付を結局って書いたのかな、これ。まあ、そういうことだったね。そう、まあそういう話でしたよと。なるほど。だからこの辺の人たちのいろいろその寄付を募って、まあ停車場8000坪のお金を尽くして、それで地主に払ったと、こういうことなのかなと思うね。で、まあまあそれで、まあそういうことがあって、5月30日に、もう大体こうもう社駅で、竣工式が、電車の竣工式が行われた、こうなってます。なるほど。これが、開通の前の年です。あ、それでまあいろいろあるんだけど、まあ、次に行きましょう。で、まあ、その後いろいろあったんだけれども、よく、こっちに行った方がいいですね、はい、翌年昭和11年、ごめん、大正11年の6月10日、加藤鉄道開通式が挙行された、こういうこと で、ね、で、みんな松代の連中はですね、汽車に乗って松代の停車場から須坂へずっと乗ってって、それで向こうで開通式を挙行したというふうに書いてある、ね、なるほどですね、まあ、そういうことで、はい、この地元の連中もですね、だいぶ苦労したり、お金を払ったりもしたけども、やはりそれだけのニーズがあって、この鉄道への期待というのがね、当時はうんと強かった、なるほどね、ということかなと思うんですよね。なるほどね。だからそれだけあれですね、やっぱり時を同じくしてどん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 進んでいくっていうことだったんですね。そうすると、だから結局それにしてもね、竣工してね、1年でもう開通しちゃうって、こんなのね、打ち立てるんだってもたもたしてるの、1年ぐらいすぐ経ってるじゃないですか。そういうのにするとね、この24キロをね、1年でやっちゃった、会社作ってからでも2年でやったっていう、このスピードはね、こう若いからできたかもしれないけれども、やっぱりこの土地のね、人たちがやっぱりこれに期待するものってのはうんと強かったのかなと。思う。でもまあ説得力もある程度あったんだと思いますわね、そういう点ではね、きっとね、だからそれだけよくお金を皆さん出してくださったと思うんだね。まあ実際この敷地が、マスレ駅の敷地がこんな形でね、今残ってるわけなんですけど、まあこれが一応、長野市に寄付するという形の話は出ておりますけれども、まあ有効利用できればいいかなっていうのはありますですね。まあそれから今先ほどおっしゃってたその八田彦次郎さんですね、一応こちらにあるんですが、この方が一応彦次郎さんで、ここに今こちらに若いあのバルボーズになってるのが八田新造さんという形で、これ何年ぐらいの前のあれなんですかね。60年ぐらい前から。ああそうですか、はい、まあそういった形 の皆さんで元気にやっていただいたっていう形になります。まあ細かな あれまではちょっとできなかったけど、大まかな、私らが全然知らないようなね、こういうあれは日記によって紐解けるっていうので、やっぱりこの日記っていう、やっぱ書いておくっていうのはやっぱり必要かなと思いますね。いや、私らは三日坊主も続かないぐらいで、こういうことは絶対無理なんですけど、まあこれ見るとしかし あれですもんね、みんな筆でこうやって全部書かれてますもん ね昔の人真面目だった、真面目だったんですよね。でもこれで何年だっておっしゃいましたっけ、書いて52年ぐらい書いて、50年ぐらいね、素晴らしいと思いますね。まあ、これもまあ大事に取っておいていただいて、あれですね、またいろんなことに使われるといいと思いますけれども、今日は、八代線、まあ、加藤線のですね、いきさつっていうんですかね、八田さんのお宅で、彦次郎さんが、一生懸命やっていただいた加藤線が、まあ、廃止にはなってしまうんですけれども、まあ今まで、
開通させて、まあ、これで廃線になってしまうという、まあ、一通りの、説明っていうんですかね、日記を通してちょっと紐解いてみました。今日はどうもいろいろありがとうございました。どうもありがとうございました。さて来週マシロ、はい、しゃべくりマシロ、はい、上がっちゃったよ、うん、三田さん、えまたパーソナリティ、またえ今週今終わったとこじゃん、終わりましたけど、また来週もまた引き続いて、あ引き続きパーソナリティ、ご苦労様ですどうも、はい、いや、うん、でゲストもまた、うん、ゲストもあゲストは変わるでしょ、変わりますか、はい、わかりました、はい、じゃあ三田さんこれ渡しちゃう、はい、ね、はい、お願いします、わかりました、はい、それではですね来週は、しゃべくりマシロですね、4月2日75回目になりますけれども、こちらにあります、ありがとう八代線新聞発行物語っていう形で、まあ、ちょっとした題名を作りました、青木くんなんですが、青木くんどうぞ、はい、ですね、青木くんに今日来ていただきまして、来週一応いろんなお話をしていただくんですけれども、どんな話になるかなってちょっと楽しみなんですけど、どうですか。そうですね、あの八代線新聞作った時も、はい、あの結構いろんな経緯があって、まあ、ここまで4号まで発展してきた時もいろんなあの方の支えとか、うん、まあ、あの流れがあったので、まあ、できる限りのことを、うん、あの喋ってきたと思います。はい、わかりました。じゃあ一応来週4月2日のしゃべくり松代よろしくお願いいたします。しゃべくり松代、また見てねー。